アトルバスタチンは、リピトールなどの商品名で販売されている高リスクの、心血管疾患の予防と異常な脂質レベルの治療に用いられるスタチン薬である。スタチンは、心血管疾患の予防の一時治療に用いられる医薬品である。投与法は傾向である。一般的な副作用には、関節痛、下痢、胸焼け、吐き気、筋肉痛などが挙げられる。 重度の副作用には、オーモンス自由解消、肝臓障害、糖尿病などが挙げられる。妊娠中の人への投与により、胎児に害を及ぼす可能性がある。すべてのスタチンと同様に、アトルバスタチンの作用基準は、肝臓でのコレステロールの生成するために働く、酵素である HMGCOA、レダクターゼを阻害することによって効果がある。 アトルバスタチンは1986年に特許認可され、1996年に米国で医薬品として承認された。日本では2000年3月に承認された。後発医薬品として入手でき、比較的に低価格で購入できる。アトルバスタチンの主な用途は脂質異常症の治療と心血管疾患の予防である。 脂質異常症心血肝疾患重大な副作用は、である。5%以上の患者に、AST 上昇、ALT 上昇、ガンマ GTP 上昇、CK 上昇、テストステロン低下が発現する。新型糖尿病は、極少数の患者に認められ、すべてのスタチン系薬剤のクラス効果としては珍しい、ものである。しかし、致命的及び、致命的な脳卒中。 致命的な冠動脈疾患、並びに致命的な心筋梗塞を予防する、スタチン治療の効果は大きい。ほとんどの患者にとって、スタチン治療の利点は、糖尿病発症のリスクをはるかに上回っている。最近のメタアナリシスでは、255人の患者に、スタチンを4年間投与するごとに、主要な冠動脈イベントが5.4件減少し、 新たに糖尿病を発症したのは1件のみであった。クレアチンキナーゼの上昇を伴うミオパチーとモンスジ由解消が最も重篤な副作用であり、アトルバスタチン服用者の1万人年あたり2.3から9.1人の割合で稀に発生する。前述のように、このような症状が出た場合は、アトルバスタチンを直ちに中止しなければならない。 持続的な観光素異常が報告されている。プラセボではなく、アトルバスタチン 10mg-80mg を投与した人の0.5%に正常値の3倍の上昇が記録された。アトルバスタチン投与開始前に臨床検査で肝機能を評価し、その後も臨床的に必要に応じて繰り返すことが推奨されている。 アトルバスタチン服用中に重篤な肝機能障害の証拠が得られた場合は、肝機能障害の原因が明らかになるまで服用を中止し、再開してはならない。他の原因が見つからない場合は、アトルバスタチンを永久に中止すべきである。フィブラート契約剤は、重度、または、難治性の混合型高止血症に対して、スタチン契約剤との併用、または、 単剤で使用することができる薬剤群である。アトルバスタチンとフィブラート系薬剤を併用するとニオパチーやオーモンス自由解消のリスクが高まる可能性がある。アトルバスタチンとイトラコナゾール、テリスロマイシン、ボリコナゾールなどのサイプ 3A4 阻害剤のいずれかとの併用によりアトルバスタチンの血中濃度が上昇し副作用が生じる可能性がある。これは ジルチアゼム、エリスロマイシン、フルコナゾール、ケトコナゾール、クラリスロマイシン、シクロスポリン、プロテアーゼ阻害薬、ベラパミルなどのサイプ 3A4 阻害剤では起こりにくく、アミオダロンやアプレピタントなどのサイプ 3A4 阻害剤では、稀にしか起こらない。サイプ 3A4 誘導剤である母先端、ホスフェニトイン、フェニトインが、アトルバスタチンの結晶中濃度を低下させることがよく、 ある。しかし、ごく稀に、同じくサイプ 3A4 誘導剤であるバルビツール酸、塩、カルバマゼピン、エファビレンツ、ネビラピン、オクスカルバゼピン、リファンピシン、リファマイシンが、アトルバスタチンの血中濃度を低下させることがある。蛍光非認薬を併用している場合、ノルエチステロンとエチニルエストラジオールの AUC 値が増加する。アトルバスタチンを服用している女性が、 傾向否認薬を選択する際には、これらの増加を考慮する必要がある。生産薬は、稀にスタチン系薬剤の結晶中濃度を低下させることがあるが、LDLC 低下作用には影響しない。また、内野ンは、ミオパチーや、オーモンス自由解消のリスクを高めることが確認されている。また、スタチン系薬剤の中には、ワルファリンやジゴキシンなどの他の薬剤の濃度を、 変化させるものがあり、その結果、効果が変化したり、臨床的なモニタリングが必要になることがある。アトルバスタチンにより、自己騎心濃度は曲線化面積で1.2倍に上昇し、軽度の薬物相互作用となる。米国心臓協会は、自己騎心とアトルバスタチンの併用は妥当であるとしている。他のいくつかのスタチン系薬剤とは、対照的に、アトルバスタチンは、 臨床的に意味のある方法で、バルファリン濃度と相互作用しない。ビタミン D の補給は、アトルバスタチン及び活性代謝物の濃度を低下させ、LDL 及び総コレステロールの濃度を相乗的に低下させる。グレープフルーツジュースの成分は、腸内細イ 3A4 の阻害剤として知られている。アトルバスタチンとグレープフルーツジュースを一緒に飲むと、 CMAX および曲線化面積が増加する可能性がある。この結果を受けて2000年にはアトルバスタチンを服用している人は管理されていない状態でグレープフルーツジュースを摂取しないように勧告された。主に低用量のアトルバスタチンに対するグレープフルーツジュース摂取の影響を調べた小規模な研究ではグレープフルーツジュースが アトルバスタチンの血中濃度を上昇させ副作用のリスクを高める可能性があることが示されている。新血管疾患の起用歴がある患者や新血管疾患のリスクが高い人に処方されることが多い最高容量のアトルバスタチンを服用している患者を対象にクレープフルーツジュースの摂取による影響を評価した研究はない。アトルバスタチンを服用している患者は グレープフルーツジュースを摂取する前に、医師、または薬剤師に相談しべきである。グレープフルーツジュースの摂取によるアトルバスタチンへの影響は、ジュースの成分、品質、ジュースの調整方法が、ロットやブランドによって異なることに加えて、ジュースを摂取する量や頻度などの要因によって異なる。アトルバスタチンとコルヒチンを併用した場合、ミオパチーが数例報告されている。 心血管疾患のある人において、アトルバスタチンを含むスタチン系薬剤は、腎不全のリスクを減少させないが、進行する腎機能の低下と尿中のタンパク質排泄の重症度をわずかに減少させることが示されている。心臓手術の前にアトルバスタチンを含むスタチンを投与しても、急性腎不全を予防することはできない。心臓カテーテル検査、冠動脈増影検査、 経費的感動脈インターベンションなどのインターベンション治療を受ける慢性腎臓病の起用がある患者では増栄剤投与前にアトルバスタチン療法を行うことで増栄剤による急性腎障害のリスクを低減することができる。21件の RCT を対象としたメタ分析の結果、高容量のアトルバスタチン療法は 通常容量や低容量のスタチン療法に比べて CI アきの予防効果が高いことが確認された。また、アトルバスタチン療法は CM 投与後の院内投析の予防にも役立つが CI アきに関連する全死亡率を低下させるというエビデンスはない。以上のことからスタチン製剤の投与量に関わらず無治療やプラセボと比較して C.I. 秋のリスクを低減する効果があると結論付けている。アトルバスタチンは単純酸分泌抑制薬やエゼチミブと併用することでコレステロール値の低下効果を高めることができる。また、心血管疾患のリスクが高い2型糖尿病患者の脂質異常症を管理するためにスタチン契約剤とフィブラート契約剤を併用することもある。しかし、 スタチンのグルクロン酸方法により、黄門ス自由解消のリスクが高まる可能性があるため、ゲムフィブロジルとの併用は避けることが推奨されている。多くのスタチン系薬剤は最適な効果を得るために就寝時に投与する必要があるが、アトルバスタチンは1日1回同じ時間に継続して投与する限り、どの時間帯でも投与可能である。アトルバスタチンは 他のスタチン系薬剤と同様に HMGCOA 還元酵素の競合阻害剤である。アトルバスタチンは他のスタチンと同様に HMGCOA 還元酵素を競合的に阻害するが他のスタチンとは異なり完全な合成化合物である。HMGCOA 還元酵素は3ヒドロキシマイナス3メチルグルタリル。 コエンザイム A からメバロン酸への還元を触媒し、肝臓でのコレステロール合性合成の立足段階となっている。この酵素を阻害すると、デノーボコレステロール合成が減少し、肝細胞上の低密度、リポタンパク質受け容体の発現が増加する。これにより、肝細胞への LDL の取り込みが増加し、血中の LDL コレステロール量が減少する。また、 他のスタチン系薬剤と同様に、アトルバスタチンは、血中のトリグリセリドを減少させ、HDL コレステロールをわずかに増加させる。急性感症候群の患者では、高容量のアトルバスタチン治療がプラークを安定化させる役割を果たす可能性がある。高容量のスタチンは、抗炎症作用があり、エ死したプラークのコアを減少させ、内皮機能を改善することで、プラークの安定化、 時にはプラークの退縮をもたらす。血栓性脳梗塞の再発予防のために高容量のスタチンを使用する場合も同様の考え方がある。アトルバスタチンの主な作用部位は肝臓であり、肝臓はコレステロールの合成と LDL のクリアランスを行う主要な部位である。アトルバスタチンの投与量が LDLC の減少の程度と相関しているのは全身の薬の濃度ではなく、 投与量である。国蘭のシステマティックレビューでは、アトルバスタチンの血中脂質に対する、容量依存性の大きさが決定された。10から 80mg、日の容量範囲で、総コレステロールが27.0から37.9%、LDL コレステロールが37.1から51.7%、トリグリセリドが18.0から28.3%、減少した。 アトルバスタチンは、蛍光投与されると速やかに吸収され、最大結晶濃度までの時間はおよそ1から2時間である。絶対的なバイオアベイラビリティは約14%であるが、HMGCOA 還元酵素活性による全身への利用率は約30%である。アトルバスタチンは、高い腸管クリアランスと初回通過代謝を受け、 これが全身での利用率が低い主な原因となっている。アトルバスタチンを食事と一緒に投与すると CMAX が25%、AUC が9%低下するが、食事はアトルバスタチンの結晶、LDLC 低下作用に影響を与えない。夕方の投与では CMAX 及び AUC がそれぞれ30%減少することが知られている。しかし、 投与時間は、アトルバスタチンの結晶中 LDL、C 低下作用に影響を及ぼさない。アトルバスタチンの平均分布容積は約381リットルである。アトルバスタチンは、タンパク質との結合率が高く、母乳中に分泌される可能性が高いことが示されている。アトルバスタチンの代謝は、主にシトクロム P453A4 による水酸化によって、 活性のあるオルソ及びパラヒドロキシル化代謝物、並びに様々なベータ酸化代謝物が生成される。オルソ及びパラヒドロキシル化代謝物は全身の HMGCOA 還元酵素活性の70%を担っている。オルトヒドロキシ代謝物はグルクロン酸を介してさらに代謝される。 サイプ 3A4 アイソザイムの基質として、サイプ 3A4 の阻害剤及び誘導剤に感受性を示し、それぞれ結晶中濃度の上昇、または低下を引き起こす。この相互作用は、サイプ 3A4 アイソザイム阻害剤として知られるエリスロマイシンを同時投与して、インビトロで検証したところ、アトルバスタチンの結晶中濃度が上昇した。また、アトルバスタチンは、 シトクロム 3A4 の阻害剤でもある。アトルバスタチンは、主に簡単動排泄により排泄され、尿中には2%以下しか回収されない。単重排泄は、肝や、肝外の代謝後に続いて行われる。長肝間の最循環はないと思われる。アトルバスタチンの排泄半減期は、約14時間である。注目すべき点は、HMGCOA 還元酵素阻害作用の、 半減期が20から30時間であることで、これは活性代謝物によるものと考えられている。また、アトルバスタチンは、長官の P 糖タンパク質排出トランスポーターの基質であり、薬の吸収時に薬を腸管内腔に戻すポンプとなる。肝不全では、アトルバスタチンの結晶中濃度は、同時に発症している肝疾患に大きく影響される。 チャイルド・プステージ A の肝疾患を持つ人は CMAX と AUC の両方で4倍の増加を示す。チャイルド・プステージ B の肝疾患を持つ人は CMAX が16倍、AUC が11倍に増加する。65歳以上の高齢者では若年者に比べてアトルバスタチンの薬物動態が変化し、AUC および CMAX の平均値がそれぞれ40%。 および30%高くなった。また、健康な高齢者では、どのような容量でもアトロバスタチンに対する、薬力学的な反応が大きいため、この集団では、有効容量が低くなる可能性がある。いくつかの遺伝子だけが、スタチン関連の副作用の増加と関連している、可能性があり、スローコ1倍と一1遺伝子の1延期だけでは、このだけを持たない患者と比較して、 スタチン関連ミオパーチーの発生率が四十五倍高いことが示されている。遺伝的変異とアトルバスタチンに対する反応が異なることを示す研究がいくつかある。白人集団でゲノム全般に優位性を示した竹はアポイ領域の SNP である r s 四四十万五千九百二十五、r s 七千四百十二、r s 四十二万九千三百五十八。 RS442638 であり、アトルバスタチンを投与した場合、遺伝子型によって LDLC の反応が異なることが示された。また、白人において、ゲノム全般での意義を示した、もう一つの遺伝子変異は、LP 遺伝子の SNPRS10455872 で、これは、タンパクレベルを上昇させ、アトルバスタチンに対する LDLC 反応を、 明らかに低下させる。これらの研究は白人を対象としたものであり、アトルバスタチンの薬物動態や治療効果に影響を及ぼす可能性のある多型を特定するためには、異なる民族を対象とした大規模なコホートを用いたさらなる研究が必要である。2014年のメタアナリシスでは、急性間症候群患,患者のプラーク体積の減少において、 高容量スタチン療法は中容量、または低容量スタチン療法に比べて優位に優れていることが示された。また、高容量のアトロバスタチンとロスバスタチンの効果を比較したサターン試験でも、これらの知見が確認された。高容量であるにもかかわらず、リバーサル試験の 40mg プラバスタチン試験群では、プラークの進行を止めることができなかった。このことは、 スタチンの準備、投与期間、プラークの位置などの他の要因もプラーク体積の減少、ひいてはプラークの安定化に影響を及ぼす可能性を示唆している。全体として、プラークの減少は代用的なエンドポイントと考えるべきであり、治療の臨床的有用性を判断するために直接使用すべきではない。また、高容量のスタチン治療を検討する際には、 有害事象のリスク増加を考慮する必要がある。ありがとうございます。